おお、焦げ目がよ、すごいね、焦げ目がちょっと寒い。そうだね。お昼はどうするんだ？お昼なんか作んなくちゃ。作る。何にしようかな。お昼は何にしようかな。寝起きだ。昨日旅行行ってきたから疲れちゃったね。うん。旅行行ってきて疲れた。で、お昼寝がちょっと今日長かったね。うん、お昼寝。ずいぶんしちゃったね。そうだね。じゃあもうミッションが始まってんだよ、つむつむで。じゃあもう。何にしようかな、お昼。さっさと作ってしまえばいいじゃん。うん、ない。じゃあお昼は焼きおにぎりね。うん、じゃあ作ってください。昨日贅沢してきたから、ね、ステーキ食べて昨日はステーキ食べたからね、はい、焼きおにぎりだって。はい、わかりました。じゃあ焼きおにぎり作ります。あったかくなってきた。じゃあさっき起きた時寒くったよいしょ、うん、寒かったんだ起きた時。寝起きは寒い、うん、あったかくなってきた。おにぎりの2つも食べて、うん、あ、ちち、手つきがいいね。手つきが。そう長年のあれだ。そうだね。またね。綺麗な焦げ目ができるね。うん、あとですね。
こしょうかけ。大好きです。お、香りが。香りが。朝の味噌汁。うん、朝の。朝の味噌汁。いい。いいよ。はい。おばあちゃんの今日のお昼ご飯です。焼きおにぎりと漬物とお味噌汁と、はい、かぼちゃ。はい。はい。いただきます。はい。いただいてください。美味しそう。手で食べたかな。いいやね。食べてください。どう？焼きおにぎり。美味しい。また自分も全部自分で作って食べ出したりね。